スウェーデン・ノルウェーとは、1814年から1905年に存在したスウェーデンとノルウェーの連合王国である。この時両国は、キール条約、ノルウェーの独立宣言、スウェーデンとの短い戦争、1814年8月14日のモス条約、及び11月4日のノルウェー憲法改正を経て、一人の君主のもとでの同君連合として結ばれていた。 同じ日に、ノルウェー議会は国王に、スウェーデン王カール十三世を選んだ。スウェーデンとノルウェーは、過去に2度連合王国を形成していた。それは1319年から1343年の間及び、デンマーク人によって、カルマル同盟の王に選ばれた、オルデンブルク家のクリスチャン一世に対抗した、1449年から1450年の間である。 1815年8月6日に国王の採下を得た連合法は両国に異なった形で履行された。ノルウェーでは同法はリグサークトンとして知られる憲法の一部であり、スウェーデンでは同法はリークサークトンとして知られる一般法の諸条項のまとまりである。ヨーロッパ全域で多くの領土の変化をもたらしたウィーン会議においても、 このノルウェーとスウェーデンの連合は議論されなかった。フェロー諸島、アイスランド及びグリーンランドのノルウェー領はデンマークに残された。新たな連合にノルウェーは不詳不詳参加した。当時の文学においてノルウェーの歴史と文化が賛美されたのはその一つの現れである。ノルウェー農村文化はスウェーデンによって強いられた連合に対する民族主義的な抵抗の焦点と象徴としての 役割を担った。ナショナリズムの感情の成長は、スウェーデンに対する政策のみならず、内政にも影響を及ぼした。ホーマンスキャップスディストライクトとして知られる、地方自治体の形成が、1837年1月14日に、ストーティングによって可決され、カール14世、ヨハンの巨名が記された。同法によって、ノルウェー地方自治政府の承認が行われた。 これはノルウェーにとって重要な政治的段階での一つであった。ノルウェー憲法によって必須とされたこの法律はそれぞれの教区が行政区分を形成することを可能にした。これによってノルウェー国境界の教区が行政上の区分となり、1837年には373のフォーマンスコップスディストライクトが設立された。農村部への自治の導入は 大きな政治的分岐点であった。1837年の法令は町と農村の両方に同じ制度を与えることとなった。それは町にとっては取るに足らない出来事であったが、農村社会とノルウェーのナショナリズムにとっては大きな前進であった。ノルウェーの議会は連合についてのノルウェーでの不満の高まりを受けて1905年6月7日に満場一致で、 その解消を宣言した。このノルウェーの一方的な行動はスウェーデンからの戦争の脅迫という問題に直面したが、8月13日の国民投票は368,208対184という賛成多数によって議会の決議を確認した。カールスタードで交渉が持たれ、9月23日にスウェーデンとの合意によって相互は総動員を停止した。 両国の議会は10月16日には連合法を取り消し、スウェーデン国王オースカル2世は彼のノルウェー王座に対する主張を放棄した。10月26日にはノルウェーは独立した王国として承認された。ノルウェー議会はデンマーク王フレデリク8世の次男、カール王子に空位となったノルウェー王位への就任要請を議決をし、国民投票で王政が承認された後、 カール王子はそれを重諾した。1905年11月25日、ノルウェーに移ったカール王子が彭根7世として即位した。カール13世は巨弱で子供がいなかった。彼は後継者にアウグステンブルク家のクリスチャン・アウグスト公使を選び、養子とした。クリスチャン・アウグストはノルウェー副王と1808年から1809年の スウェーデンへの侵攻に対する抵抗の成功の間、ノルウェー陸軍の総司令官を務めてきた。講師のノルウェーでの大変な人気は、スウェーデンのノルウェー獲得計画に有利に働くと考えられた。加えて、講師は、ロシア帝国のスウェーデン侵攻を抑え、両国間の領土問題を平和的に解決することに関して前向きな姿勢であった。講師は、スウェーデン王大使として、 名前をカール・アウグストと変えた。しかし、王太子は1810年の5月28日に休止を遂げた。カール13世は次の後継者にフランスの元帥ベルナドットを選んだ。養子となったベルナドットは1810年の11月5日、三階級の尊敬を受けた。新王太子は即座にスウェーデンで最も人気がある権力者となった。 老王の衰弱とスウェーデンスウミツインのワーによって政府と特に外交のほぼ全体を支柱に収めた。彼は当時のスウェーデンの保守派にとって最も敵対的な大胆な政策としてフィンランドの放棄を決定した。彼はロシア帝国が決して自発的にフィンランドを放棄しないことを察しており仮にフィンランドを再征服してもスウェーデンが 高級的にそれを保持することができないことも知っていた。しかし、ノルウェーの獲得がフィンランド喪失を補うことを確信していた。ベルナドットは反ナポレオン勢力についていくために、フランス第一帝政に忠実なデンマークを、そしてノルウェーを懲罰的に攻撃することがスウェーデンの利益にかなうと論じた。ノルウェー及びスウェーデン年。 ベータ・アンドレアス・ムンク・フランス皇帝ナポレオン一世は、当然、ベルナドットの態度に不信を感じたが、当初のベルナドットは、ナポレオンの命令に従っていた。1810年11月13日、フランスの圧力によって、スウェーデン政府はイギリスに宣戦布告することになった。しかし同時に、英国政府のスペンサー・パーシュバル内閣に、スウェーデンは自由に動くことはできず、 そしてこの戦線布告は単なる陽動に過ぎないということを極秘裏に知らせた。しかし、ナポレオンの要求は次第に耐えかねるものとなり、結果的に1812年のフランス軍によるポメラニア占領で最高潮に達した。スウェーデン政府はこれに対応するために、1812年4月5日、3万人を退仏大同盟のためにドイツに送る代わりに、 スウェーデンのノルウェー獲得を承諾するという内容のサンクトペテルブルク秘密協定をロシアのアレクサンドル一世との間に締結した。ナポレオンは慌ててフィンランド、ゼン、ポメラニア及びメクレンブルクのスウェーデン領有を認める代わりにスウェーデンがロシアと敵対することを要求してきた。スウェーデン国債の部分的拒否と保守的な新聞条例が注目されるエーレブルー議会はスウェーデンに 一般的な徴兵制を導入し、その結果、王大使は彼の野心的な政策を実行することができた。1812年5月には、ロシアがフランスに対してすべての武力を行使できるように、王大使はロシアとオスマン帝国との間の和平調停を行った。そして7月18日、エレブルーでは一方の英国側ともう一方のロシア、スウェーデン側の間で、 講和条約が締結された。これら二つの条約は実質的にナポレオンに対抗する新しい連合の礎となった。そして1812年ロシア戦役の勃発を受けて、1812年8月30日、応募で開かれたアレクサンドル一世と王大使カール・ヨハンとの会議によって批准された。応募条約、そして実際には1812年のカール14世、 ヨハンの外交政策全体が、スウェーデン上流階級の政治家の間で、激しくそして正当な批判を引き起こした。弱小な友好国フィンランドを犠牲にして、スウェーデンを保護するのは道徳に背く行為であることは、明白であった。そして、フィンランドが、決定的に犠牲になっている状況にもかかわらず、ノルウェーはこれから勝ち取らなければならなかった。スウェーデンウォーカール13世さらに、 カール・ヨハンの第一の義務は、ハン・ナポレオン連合にあるということを英国とロシアは、極めて適切に主張した。共通の敵が壊滅する前に無法なノルウェー遠征について国費を支出することに英国は盛んに反対した。ただし彼の非常に無礼な服従の状態で、ノルウェーとスウェーデンの連合を英国も容認することを約束した。 そして4月23日にロシアは同一の趣旨に保証を与えた。1813年の軍事活動に際して、スウェーデン王大使は同盟諸国へいくつもの重要な軍隊を派遣した。しかし、ライプツヒの戦い後、彼は自身のやり方を試みて、あらゆる危険を犯しても、デンマークを無力化し、ノルウェーを安全にすることを決意した。ノルウェー人自身はこれに反対だった。 そして、元来意図されたように、ノルウェーを併合するのではなく、対等な2国の同君連合を受け入れることをスウェーデン人に強制し、短い戦争が勃発した。その条件は、モス条約に定められた。1814年11月4日、ノルウェー議会は憲法を改正し、新しいノルウェー国王として、カール13世を選出した。スウェーデン王カール14世。 ヨハン1818 18年2月5日、カール13世が亡くなり、カール14世、ヨハンの下でベルなどって朝が続いた。新しい王は国家の物質的な発展の促進に専念した。その目的のためイエータ運河には2400万、リクスダラーの大半が費やされた。スウェーデンの外債は次第に減っていき、内債は大幅に減少した。また予算は 平均70万リクスダラーの再計上位を示した。繁栄の回復とともに、スウェーデンにおける体質改善の必要性が急を要することとなった。時代遅れとなったリクスダーグは特権階級が支配する場所であった。実質的には、教養のある中流階級が代表されておらず、すべての自由な発展を阻む克服できない障害になった。 しかし1840年のリクスガーグは議会自身で改正の質問を提起し王と貴族はその受け入れを拒絶した。しかしカール14世の統治は全体的に見るとスウェーデンに最も有益であった。そしてもし苦情を言う正当な理由があれば彼の選ばれた国に対する大きな貢献は一般的に認められた。対外的には彼は主として ロシアとの良好な合意に基づく平和政策を維持した。オスカル一世、カール14世の息子オスカル一世は、はるかに自由な傾向があった。彼は1844年3月4日の即位直後、リクスダーアグの前に、いくつかの改革計画を立てた。それらの多くは自由主義の法学者、ヨハン・ガブリエル・リシュートによって準備された。しかしながら、3階級は、 時代遅れの結婚と相続の法律、及び少しの商業独占を廃止する以上のことはしなかった。大幅な増税が必要な財政状況になり、民衆は多くの不満を抱いた。その結果として1848年3月、ストックホルム市外での暴動となった。それにもかかわらず、議会改革の新たな提案が1849年にリクスダーグに提出されたとき、 それらは四つ中三つの地位から再度否決された。外政に関してはオスカル一世は強い反ドイツだった。デンマークとプロイセンの間で勃発した1848年から1849年の第一次シュレースビヒホルシュタイン戦争に関してスウェーデンはデンマークに有効的に同情した。数百人ものスウェーデンの義勇兵がシュレースビヒホルシュタインへ急いだ。 リクスダーグは200万リクスダラーの軍費の追加を可決した。1848年8月26日の丸目の急戦を調停したのもスウェーデンだった。丸目の急戦はデンマークを南極から救った。クリミア戦争の間、スウェーデンは中立のままだったが、世論は明らかに反ロシアだった。フィンランドを取り戻すためその組み合わせを好都合とみなした。 政治家も多くいた。スウェーデン王カール15世1859年7月8日、オスカル一世がこの世を去り、オスカル一世が病気の間、すでに摂政を務めていた息子、カール15世が王位を継承した。法務大臣、ルイス・デギア男爵の計り知れない援助によって、カール15世は絶望していた憲法改正をついに達成した。その方法は、 内政改革の抜本的な対策によって1860年に準備された。そして1863年1月、リクスダーグがその時点より二院制になるという会期までに政府は改革法案を提出した。二院制の上院は一種の貴族院であり、一方で下院の議員は普通選挙によって3年ごとに選出されることになっていた。 新しい憲法は1865年に4つ、すべての地位から認められ、1866年1月22日に交付された。1866年9月1日、新制度下での初の選挙が行われ、そして1867年1月19日には、新しいリクスガーグが初めて開催された。この一つの大きな改革で、カール15世は、 満足しなければならなかった。その他のあらゆる方向で彼は多かれ少なかれ彼自身が作り上げたものによって阻まれた。リクスダーグはカール15世が特に関心を持っていたスウェーデン軍の改革計画を認可することを拒絶した。カール15世がその生涯をかけて得ようと努力したプロセンを模範とする計画だったが一部は経済的理由により一部は 国王の公選的な傾向に対する不安により拒まれた。1864年、カール15世はデンマークと反プロイセン同盟を形成しようと努めた。またデンマーク敗北の後には、カール15世は北欧におけるプロイセンの優勢に対抗するため、フランスの助けを借りてスカンジナビア連合を計画した。この政策は1870年に、 フランス帝国が転覆したことにより、自然と破綻した。カール15世は1872年9月18日に、亡くなり、後に、オスカル2世として統治する彼の弟が継承した。スウェーデン・ノルウェー、1888年国王、オスカル2世の治世におけるノルウェーとの関係は、スウェーデンにおける政治生命に、 大きな影響をもたらし、両国の連合が一度ならず破綻しようとしているように見えた。その圧力は主に個別の領事、そして最終的には個別の在外業務をノルウェーが要求したことが発端であった。ノルウェーは領事館を分離する権利があったが、一つには財政上の理由により、また一つにはスウェーデン外務省によって任命された領事が一般的には ノルウェーの代表として十分な仕事をしていたため、その権利を行使していなかった。無駄な交渉と議論の末、1895年に、ついに、スウェーデン政府はそれまで日国間に存在した、通商条約が1897年7月に期限が切れるということをノルウェーに通告し、そして中断し、またその時、ノルウェーが関税を上げたため、 スウェーデンの対ノルウェー輸出が著しく縮小した。ノルウェー人に対して過度に友好的であるとみなされたスウェーデン外務大臣カール・ルインハウプットが辞任し、公認には第一院における主流意見を代表するルドビグ・ダグラス伯爵が就任した。しかしながらノルウェーのストーティングは国王オスカルが最終的に認可した国旗または 純粋な旗の法案を可決したとき、ダグラス白爵は任期中に辞任し、ザイベルリンスウェーデン対し、ラガーハイムが公認となった。アルフレッド・ラガーハイムは連合の問題をより静かな海へ導くことを成し遂げた。彼は1900年のリクスダークに新しい選挙としてより一層よく成功した。スウェーデンの人々が超保守的な書意。 愛国的な政党に従う傾向がないことを明らかにした。それら政党の2名の代表、オスカー・アリン教授と第一委員議員であるパトリック・リー・ピューターズバードが退陣するという結果となった。その一方で、ヨーテボリ大学の元教授イー・カールソンは約90人の議員でリベラルズラディカルズ等の決闘に成功した。イー・カールソンは市民権の拡大に賛成した他に、 外交問題の管理でノルウェーとスウェーデンの完全な平等を提唱した。ノルウェーとの関係に関して、しばらくの間は静寂の状態が続いていたが、長くは続かなかった。ノルウェーのため領事を別々にする問題はすぐに再び取り上げられた。1902年にスウェーデン政府は、本県の交渉は、ノルウェー政府に対して率直にすべきであり、また、 両国の代表により構成される合同委員会は2カ国の既存の外交事案の管理に決して干渉することなく、両時間を分割する問題を考慮するため任命されるべきであるということを提案した。その交渉の結果は1903年3月24日付で、いわゆるコミュニケで発表された。とりわけ共通の外交問題と大使館に対する別々の 両時間の関係は同一の法律で取り決めるべきであり、それらの法律は両国政府の同意なしでは改定や廃止できないということが提案された。1904年5月にノルウェー政府が提案した、それら同一の法律のための提案はスウェーデン政府の賛同を得られなかった。それらの返答でスウェーデン政府はスウェーデン政府がその権限を逸脱するのを防ぐことと、 同じように、スウェーデン外務省は、ノルウェー領事に対する支配などをするべきであると、提案した。しかしながら、ノルウェー政府は、この提案は容認しがたいとわかり、もしそのような支配が主張されたなら、今後すべての交渉が無意味であると説明した。ノルウェー政府は、スウェーデンの要求が、ノルウェーの主権と両立しないということを主張した。外務大臣が、スウェーデン人であり、 その提案されたノルウェー人の領事業務がノルウェー人の機関として外国の支配のもとに置くことはできなかった。スウェーデン政府による新しい提案は同様に拒絶され、1905年2月にノルウェー人は交渉を打ち切った。それにもかかわらず協定は論外とは思われなかった。単独で領事の課題を解決するためのすべての取り組みは失敗した。 しかし、完全な連合の原則の上で、外交上の問題の共同管理で共同で、個別の領事を確立することが試みられる可能性があると考えられた。国王、オスカルの病気の間に殺傷に任命された王太シグスタフは2カ国間の交渉を再開する主導権を取った。また4月5日にスウェーデンとノルウェー連合の数密院において、2つの王国の 間の完全な平等に基づく外交事務と領事業務の管理と連合の存在のための条件としてスウェーデンまたはノルウェーの共同の外務大臣を両方の改変の提案した。この提案は1905年5月3日スウェーデンのリクスダークに承認された。交渉の再開に差し障りのある障害はあるべきでないためエイリク・グスタフ・ボーストラム首相は辞職し、 ヨハン・ラムステッドによって引き継がれた。しかしながら、提案された交渉は再開されなかった。国王オスカル2世1899年、ノルウェーの小戦期から、連合バッジが取り除かれた後の、スウェーデンとノルウェーの旗5月23日、ストーティングは、ノルウェー独自の領事制度を設置するという政府の、提案を可決する。これに対し、 国王スカル2世が再び政府を統制して憲法に規定されている拒否権を行使するとノルウェーの内閣は総辞職を申し出た。国王は総辞職を認められない旨を告げたが内閣は6月7日にストーティングに対して総辞職を申し出た。ストーティングは国王が内閣を形成できない場合にはその憲法上の権労は 効力をを停止するるるとのの決議を全会一致でで、採択し、内閣は、さらな指示あるまで国王に付与されている権限を代行するよう要請された。そして、オスカル2世は、ノルウェー王としての務めを停止したのであるから、スウェーデンとの連合は解消される、と決議した。このような急展開に備えていなかったスウェーデンでは、ストーティングの行動は、最大限の脅威と奮激をもって受け止められた。 国王は、ストーティングの行動に厳粛に抗議するとともに、この6月7日のノルウェー人の反乱によって突然弱気された連合問題への対応策を図るため、6月20日にリクスダーグの臨時会を招集した。リクスダーグは、ストーティングが選挙の後に、両国間の連合法の廃止を提案するか、ノルウェー国民が国民投票によって、 連合会消への指示を示した上でこうした提案がなされるならば、連合会消の条件に関する交渉には反対しないと宣言した。さらにリクスダーグは、準備のために1億スウェーデンクローナが確保され、リクスダーグの決定に従って使用されるようにすべきであると決議した。ラムステッド内閣の総辞職により、ルンドベルクがリクスダーグの超党派による連立内閣を形成し、 その後、8月3日に、リクスダーグは休会となった。8月13日に、ノルウェーで行われた、国民投票の結果、368,392対184という多数の賛成で、連合解消が決定された。ストーティングは、スウェーデン政府に連合法廃止のための協力を要請し、両国代表の会議が8月31日に、カールスタードで開始された。 9月23日に、両国代表は、合意に達した。両国のこのような紛争は、直接的な外交交渉によって決着し得ないが、双方の重大な利害に関わるものではなく、ハーグ常設仲裁裁判所に付託されるべきである、というのがその要点である。また、両国の南部国境の両側に、約1 5トルの中立地帯を設定し、 そのノルウェー側では8ヶ月以内に要塞が撤去されると定められた。また、別の条項では、サーミ人がどちらかの国に限って、トナカイを放牧する権利、鉄道その他の手段で国境を越えて、物資を輸送する権利が認められ、交通を妨げる、いかなる輸出入の禁止もなされないこととなった。10月2日から10月19日まで、リクスダークは、再び臨時会が召集された。 カール・スタード会談における行為と連合法を廃止し、ノルウェーを独立国として承認する政府の提案が共に承認された。また、スウェーデンの国旗の変更も決定し、連合の標識の部分が空色に置き換わった。ストーティングは、ベルナドッテ家の王子をノルウェー王に選出すると打診したが、スウェーデン国王スカル2世はすでに自らと子孫が、ノルウェー王位を放棄すると宣言していたため、 これを辞退した。連合解消問題に対応するためだけに、疎格していたルンドベルクは辞職し、カール・スターブを主犯とする自由党内閣が後継となった。ありがとうございます。